テレビの前の皆さん、こんにちは。試合開始までもう間もなくとなりました。インターナショナルカップ決勝トーナメント、決勝日本対ブラジル、キックオフまであとわずかです。本日のこの試合、解説は選手だけでなく監督としても笛の音とともに今キックオフ。向かって右から左に攻めるのがブラジル、左に陣を構えるのが日本。早野さん、今日の試合の見どころはどこにあるのでしょうか。まずは精神的に落ち着くことでしょう。まあ一回ボール、キーパーフィッティング、一気に行くか。ドリブルで持ち込みます。左へパス。ブラジル、ドリブルから攻撃を組み立てます。柔らかなボールタッチですね。前方にパス、右へ送ります。一気にゴール前に送った。右へ、これは繋がらない。シュート、キーパー真正面。あれではキーパーに取ってくれと言ってるようなもんですね。ゴッ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 。前半戦も半ば、ブラジル見事にゴールネットを揺らしました。違う角度から今のプレーを見てみましょう。早野さん、先制点といい、時間帯といい、文句のつけようがありませんね。決めてほしい時によく決めてくれましたね。こういう選手がいると。さあ、再びキックオフです。右へ出します。右へパス。左へ出します。前にパス。さあ、ドリブルで上がっていく。一気に行くか。前線に大きくボールをフィード。右へ送ります。オフサイドです。今のは結構厳しい判定ですね。選手たちも今日のレフェリーには逆らわない。日本、この位置からのフリーキックで試合再開です。右へ出します。左へ送ります。左へ出します。あっと、残念、オフサイドです。今のがオフサイドですか。今日のレフェリー、ブラジル、この位置からのフリーキックで試合再開です。さあ、自ら攻め込みます。渡った。さあ、誰に合わせますかね。このシュートはキーパーの正面でした。シュートが正直すぎました。ここでホイッスル、前半戦が終わりました。
さあ後半の開始です。早野さん、前半戦の率直な感想一言でお願いします。すいません、あと45分集中させてください。この試合を余すところなくこの2つの目で焼き付けておきたいんです。左へ送ります。前に送りました。ファースト外れました。最低でもゴールの枠に蹴ってほしいものです。決めなきゃダメだっていう気持ちが強すぎると思いますね。前にパス、右へパス、見事に通りました。右へ出します。左へパス、前にパス。さあ自ら攻め込みます。前に送りました。前に出します。さあクロスボールでするのか。カット、これは読まれていた。ドリブルで攻め込みます。前に出した。左へパス、つながります。左へパス、このパスが通った。左へ7番、ドリブルで切り込みます。柔らかなボールタッチですね。右へパス、キーパーフィッティング。ドリブルで攻め込みます。前にパス。さあドリブルで上がっていく。ナナミ、ナイスセーブ。ナナミ、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 ナナミ。後半終了間際、日本ゴールを奪いました。これは今のゴールを決めたシーンのようですね。日本、驚異の粘りを見せつけてくれます。このチームは人を楽しませることにおいて非常に熟練したものを持ってますね。出なければ普通はできませんよ。さあ再びキックオフです。中の様子を伺います。早いドリブルですね。キーパー止め、決めた、決まった、放り込んだ、ゴール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 ゲット。後半終了間際、日本ゴール右隅にボールを叩き込みました。リプレイで今のシーンを振り返ってみましょう。早野さん、今のゴールどう思われますか。サッカーは本当に点が入らないスポーツですからね。選手の喜ぶ姿が。キックオフです。ここで2対1、日本優勝です。インターナショナルカップを見事に制しました。本日のこの試合、解説は早野宏さん、実況長坂でお送りいたしました。早野さん、ありがとうございました。失礼しました。それではまたお会いしましょう。さようなら。
ー